ります。矢沢さんです。矢沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は本当お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。もうトレードの方はちなみにどれくらいとかなんですか。1年ちょっとぐらい。結構まだ始められたばかりとかですか。そうですね、まだまだ、まあ、慣れないところもそうですね、はい。ちなみに利益とかはどうですか。一応プラスかなっていう。稼げるようにそうですね。稼げるようになったきっかけは何ですか。ボディエフェクト使わせていただいております。ありがとうございます。弊社の人材をありがとうございます、はいはい、というわけで、はい、今ちょっと席の方座りまして、うん、パソコンもご用意して早速矢沢さんの悩みをぜひ坂巻さん、はい、一緒に解決していきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、お願いします。早速矢沢さん、はい、今のちょっと FX の悩みを坂巻さんに、はい、ぜひとも何なりとそうですね、4DFX でまあ、そんなに失敗しないでちょっとずつ利益は、うん、出るようにはなってるんですけど、うん、ちょっと欲が出て1回のトレードでもうちょっと大きい利益を出したいなと思うんですけど、うんうん、そうなるとトレンド相場の極め方とかが難しいから、どうすればいいのかなっていう。なるほど、なるほどですね、はい、やっぱりスキャルピングなのでなかなか大きく取る難しいっていうのがありますよね、うん、で、今日ですね実はちょっと新しいものをお見せしたいと思いまして、まずその、矢沢さんのご希望を満たせんじゃないか、はい、トレンドってやっぱり、ですよね、なんか結構トレンドに沿っていけば、まあ、利益出せるとは言いますけども、はい、最初やっぱ難しいですよね。なかなかこういう普通のそうですよ、こういうチャートとかですと、まあこれは普通のチャートですよね、はい、時間で動いてるチャートですとなかなかどっちっていうのか分かんないですよね、はい、ないですね、うん、なんか上昇トレンドだと思ったらなんか買いで入ったら急に下落しちゃうとかっていうのも分かんなかった。結局トレンドが見極められないからっていうのはありますもんね、はい、そうなんですよね。だから今までのこの動きは分かってもこれがどうなのかってなかなかそれは予測できない、しづらいですから、それがもう皆さん知りたいことじゃないですか。それ、ね、分かったらもう新しいチャート見せしたいと思いますので、はい、ぜひご覧ください、はいはい、ぜひぜひ、はい、でこれ今ロウソク足で普通のチャートですね、普通のメタトレーダーですよね、はい、でこれに比べてこれが私のチャートなんです。まあ、普通のこの動きではないって言いますか、はい、もう本当にこのラインでその方向に、はい、もう向かっている、まあ、どこで見ても方向が分かりやすい、そうですね、分かりますよね。だってもう遡っても、はい、たまたまこれは結構大きなトレンドが発生してますので、はい、本当に分かりやすいんですけど、遡ってもこれはもう上がってってるんですよね、はいはい、なんか波形がないから分かりやすいですよね。もう直線にピュンって伸びてるので、はいはいはい、細かく動くとかもありますけども、はい、必ず下がってる上がってる下がってる上がってると、はいはい、一定時間必ず同じ方向にちゃんとこのバーが動いてますよね。だからそれがもう肝心で、それが本当の方向性であるということが実現できたということですね。で、そしてさ前に戻りまして、はい、これ今下げてますよね、はい、一番新しい動き、はい、でこっちのチャート見るとどうでしょうか。まだ上がってですね。そうですね、うん、まだ上がってますね。僕じゃ逆じゃないの、はい、でまさにこれが本当の方向って上なんです。うーん、私のこのチャートです、はい、で騙されちゃいけませんよと。あ、じゃあ今のメタトレーダーの売りはこれは騙しってことですね、はいはい、まだ騙しだからこれだと売りに入っちゃいけませんと、はいはい、いうことが言える。あ、まあ、結果的には売りになるかもしれませんが、はい、私のチャート上ではまだこの大きなこのトレンドから反転して、うん、まだそっちのこの、まあ、上昇方向ですね、うん、これ終わってませんよということが言えるということですよね。じゃあ結構 FX の初心者の方が引っかかるだましとかにも引っかからないみたいな、だまし防止策がちゃんと入っていて、今まさにこれヒゲ状態って今言ってるんですけど、ちょっとごめんなさいね、伸ばしすぎちゃったですねもうこの一本の線でこうずっと伸びてますよね、はい、まだヒゲ状態なんですね。うーん、このトレンドの状態、この方向今上がってますよね、はい、これに対して逆方向行ってるわけです。逆方向ヒゲになるわけです。
下がってる時は上方向にこの引きが伸びていく、これは騙しの、元の動きでありますということで、まさに一目瞭然、騙しされてる現場はそこで分かっちゃうっていうことですね。やはりですね、マーケットのトレンド状態がちゃんと分かっていると、スキャルピング、まあ、細かいトレードするにしても、その方向にですね入っていけばいい、それだけなんで、トレードすればそれだけそのリスクも減らせるし、まあ、効率よく利益を積み重ねていけるということになります。だからこのチャートは非常にそういう今の手法、まあ、どんな手法でも、強化できる、トレンド自体を本当にどっち行ってるかっていうことが把握できることが、もう本当にこのチャートの特徴言えますよね。もう本当に見てるだけで方向性が分かりますので、これだけ長いのとかなんかあるんですか？はい、これはですね、あらかじめ、何ピップス動いたか、どれだけマーケットが反対側に動いたか、ちゃんと設定してあるんですね。でそれ以上動くと、逆に動き出す。この、まあ、これ、ギリギリ、耐えて、まあ、上に行って、そのまま上昇していったんですね。だここら辺も引き伸びてますよ、上に。はいはい、そこら辺も、まあ、マーケットはどうしても反転していきたいんで、頑張るんですけど、結局下方向の力に負けて、ヒゲで終わってしまう。で後で見るとこのヒゲになってるわけですね。そこは本当に戦ってる現場、そうですよね、ですね。ここでみんな引っかかって負けちゃうってことですよね。そういうことですね。あ、ここだけ取りに行けないことはないですけどそれはまた逆張り的にもう分かって取りするしかない、ここまでは反転するじゃないかみたいな。でもトレンドフォローで言えば、それは本当に後から見たら逆方向に動いて、終わってしまうっていうところですね。やっぱ逆張りって最初難しいですよね。難しいですよね。順張りが一番本当 FX ラックですので、そういうの本当安心してトレンドの方向性も分かって、で先ほど坂本さん言ったスキャルピングでも方向性が分かるからコツコツ入っていくっていうことなので、すごい安心して本当トレードできますよね。どうやってトレードするかっていう、まあ、これはまあいろいろロジックがあるんですけども、まさにこう、方向性とか関係ある、そうそうそう、まさにいいところ、このマークとか気になりますよね上にも下にも星がま、星マークですね。そうそう、はい、で例えばこう下がってるところは下のこの星マーク、ここがエントリーポイントですね。エントリーポイントですみません、ここでまず準備して、エントリーする準備して、ここからまた同じ方向に行くよと、逆方向に行って星こう長い線がこうひげが伸びて戻って元のこのラインに戻って、それで数字がこう星が出る、星と数字が出るんですね。でそこから一挙にまた同じ方向にレートが動くので、その間ですね、この間で狙うんですけど、そこの間にこのサインが、ここがエントリーサインですね。あ、矢印の、はいはい、これ全部取れるんじゃないのと思っちゃうんですけど、それはまた騙しにあってしまうかもしれないので、保険をかけてる、必ず取りに行きたい、もう 100% 近い勝率を目指して、そういうまあ、ルールを作っているということですね。なんで聞いてください。はい、これは全部坂巻さんが、そうですね、はい、この矢印のピンクの色とか、はいはい、かわいい。ありがとうございます。配色女性トレーダーですね、はい、本当に。断るので、はい、見た目ってやっぱり重要ですよね。すごい、星とかも、はい、いい感じ。そうですね、ありがとうございます。はい、そう言っていただければ、作った甲斐があるという、はい、これはどのくらいの期間を持つのか。そうですね、ポジションはね、はい、ちょっとデイトレなんで、その範疇で、はい、まあ、長くて1日ですけども、そこまで持つことはなく、やはり1日数回トレードできるイメージですから、まあ、長く1時間とか2時間ですね。まあ、短ければ数十分とかでトレード終わるかもしれません。それはもうトレンド状態、その時のマーケットの状態で時間、まあ、いわゆるポジション保有する時間はちょっと変わりますけど、まあ、大体平均するとそんなイメージで、だからそんなに慌ただしくトレードしなくて大丈夫ってことですね。仕事から帰って、はいはい、
来てちょっと見るとか、あ、感じできますよ、はい、それもできそうですよね、はい、もう見た目でもう今トレードすべきなのかどうかとか、はい、もう一目瞭然なので、うん、まあ、そういう意味ではそんなになんか事前にいろいろとこう、はい、テクニカルのこう分析したりとか、はい、もうそういうの、まあ、いらないことはないですけどね、まあ、結構省けるということになります。はい、でも簡単に言うと方向性が分かって矢印が出ましたら、そうですね、基本的にもう機械的に、ほぼ機械的にっていう形 で、ね、やってみたいということであれば、はい、本当に今回は特別にこちらを使っていただくように、はい、ぜひやっていただければなと。いいですか。はい、めちゃくちゃ羨ましいじゃないですかこれ、まあ、やはりそういうふうに本当試していただかないと、うん、わかんないって言います。自分自身で、うん、やる限りではなかなかこう客観的に、うん、まあ、見れないところもありますから。なるほどですね、ぜひ使ってみていただきたいな。なんかすごいプレッシャーだ、ね。一番に使っていいんですか。やっぱりね、せっかく修正に当たったということを含めまして、うん、はい、そこまでやらせていただこうかなということで。ありがとうございます。じゃあぜひこれから試していただいて結果を、はい。お知らせいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは、エカツです。はい、というわけで本日はですね、はい、また坂巻さんと、はい、矢沢さんに来ていただきまして、坂巻さんの新チャートを使ってのちょっとトレード結果が出たということで、はい、ついにこちらまたちょっと後日集まっていただきまして、はいはい、いろいろとお話を聞ければと思うんですけども、はい、早速やさずどうでしたか、はい、使ってみて。いや、もうこれすごくて、もう一発で分かりました。トレンドがすぐ分かりました。すごかったです。すごいですよ、それは。もう悩みでありました、トレンドの方向性がもう分かったってことですよね。はい、もう一発で分かりました。はい、ありがとうございます。こちらこそ。いや、坂巻さん、やっぱ新政府すごいですね。いや、本当はトレンドが発生すると、はい、もう思いっきり取れるチャートなんで、まあ、そういうタイミング良かったかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、それ早速矢沢さんのトレード結果とかをちょっと、はい、ちょっとハンディカメラでちょっと撮らさせていただ、はい、なんか見てる方にお伝えしたいので、はい、ちょっと録画の方させていただきます。はい、はい、はい、あ、いいですかね。はい、あ、これがちょうどトレードしたやつですかね。はい、これあ、ちょっと待ってください。はい、25,200円。おお、はい、あ、ちょっと待ってください。おお、すごいですね。はい、うん、はいはい、で36,000。これ1回のトレードですかね。そうですね。いや、すごいですね。はい、で、あ、36,000。はい、こんな感じで、はい、はい、23,400円とか、うん、ちょっと待ってください。はい、要は23,400円ですね。はい、いや、すごいですね。1回のトレードでこれだけ取れたらもう十分ですよね。はい、ちょっとね、すごい言葉が出てこないですまだ発せない結果ですね。はい、最初トレンドが分からないっていうのが矢沢さんの悩みでしたけども、それが解決できて、しかも結果も残せてっていう形で、すごい。実際ここはどこの相場とかから取った形ですかね。ですね、レートからするとまあ多分ここだろうなと、ここですかね、いうことで、あ、じゃあここの下落も取った形ですね。そうですね。うわ、すごい。これはずっと多分、はい、でこのもうシステム見たらもう下落ってすぐ分かりますもんね。売りしかないっていうのが分かりますよね。はいはい、もう矢印がわーってこうもうついていったって形ですね。ここだみたいな。すごいですね。だいたい保有時間とかはどれくらいだったんですか、これで。だいたい 4,5 時間ぐらい、ね。ああ、そうですね。今回の坂巻さん新システムですと、まあだいたいデイトレがメインみたいな、はい。そうですね、ですもんね。理想的な、理想的ですよね。ちゃんと一番の値動きが動きそうなポイントで、まあ、利益にしたってことですよね。いや、すごいな、ね、というわけで矢沢さん、すごい結果を、すごかったです。すごいですね。嬉しいですね。はい、これなんか結果残してくれて嬉しいですよね。本当ですね。ありがとうございます。なんか矢沢さんどうですか、はい、もう使ってみて改めて感想といいますか。そうですね、初めてまだ1年ちょっとなんですけど、はい、でも本当こんなに分かりやすいチャート初めてですし、まあそうです。これでちゃんともうこんな結果が出ちゃって、もう本当にただただありがとうございます。いや、もう希望通り。はい、これ ね、おすすめ。はい、
ていうか、なんかね、独り占めしてすいません。本当に独り占めです。まずは独り占めを。はい、本当にありがとうございます。はい、とてもないです。まあ、結果出していただいて、はい、本当に私も嬉しいです、はい。ありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。この動画の詳しい内容は、このムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。スマートフォンの方は、縦に表示して、三角ボタンをタップして、動画の説明を表示させ、URL をタップしてください。